ムスタファー・アブデュル・ハリクレンダは、トルコの官僚、政治家、トルコ大国民議会議長、財務省、国防省などを歴任した。大国民議会議長当時のレ打オスマン帝国支配下のギリシア北部ヤニナで、地元有力者の家庭に生まれる。ヤニナとイスタンブールの高校を卒業し、イスタンブールの行政高等学院に学ぶ。1903年7月に卒業し、 農業銀行に入校。同年10月ロドス島の高校に、数学、物理学、農業、保険、フランス語の教師として赴任。1904年8月に、ジェザイーリバフリセフィード県の管理となる。1906年に、テッペレナ軍。1908年に、ポゴン。1909年に、デルビナ軍長に勤務。またニド・ベラト軍長を務めた。カバラでの勤務の後、 1911年にチャムルク軍長に任命される。1913年5月にスイエルト県長に転じ。1914年12月にビトリス県知事に就任した。1915年10月にアレッポ県知事に転じる。1917年4月内務省次官に転じる。第一次世界大戦終戦後の1918年11月に、 ブルサ県知事に任命されたが、着任する前に、ダマト・フェリド・パシャ内閣により更迭され逮捕された。6ヶ月後、イスタンブールに侵入したイギリス軍によりマルタ島の刑務所へ送られた。マルタから帰還後の1922年1月、経済省次官に任命され、同月内務省次官に転じさらに4月には今夜県知事に任命された。 同年独立戦争で、イズミルが解放されると、9月に、イズミル県知事に任命された。同年7月には、チャンクル選挙区から出馬して、トルコ大国民議会議員に当選。1924年1月、第1次、イノニュ内閣に、財務省として入閣。第2次、イノニュ内閣でも財務省に留任し、第3次、イノニュ内閣から第5次、イノニュ内閣では、 国防省に転じた。さらに1935年3月から1946年8月までトルコ大国民議会議長を務めた。イスタンブールのカドゥキョイク、エレンキョイで死去した。ありがとうございます。